J リーグ01の佐々木です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ボディーコンパクトの、テクニック、コツですねっていうのを動画でちょっとお伝えしようかなと思います。で、お客様からいろんな質問をいただいているので、それにまた今日も答えていきたいと思います。質問何かありますか？キックをかっこよく打つ秘訣とかってありますか？キックですね、キックはボディーコンパクトの中でもかなり、たくさん種類もあるし、あとは難しい動作になります。なので、一つ、コツをお伝えするとすると、まずフロントキックっていうのと、あとはサイドキック、そして回し蹴りのラウンドハウスキックっていうのとバッキック、全てですね、このキックの中で共通して言えることなんですけれども、足を戻すっていうのを、必ず意識して行っていただくと、よりそのキックが、かっこよく決まるかなと思います。で、まずですね、正面のフロントキックという動作なんですけれども、足をですね、持ち上げて止める、この動作から通常の人はこのまま足をキックを打ったらこうやって戻してしまうんですけど、このキックを戻す、キックを打つ、戻す、この戻すっていうのを確実に行うと、フロントキックはよりかっこよくなります。そしてサイドキック、足をですね、横に引き寄せたら足を上げて伸ばす、伸ばした後にこれもここで戻します。で、置く、キック、足の側面で打って戻して、これを意識するとかっこよくなります。そしてラウンドハウスキック、回し蹴り、これは外側から足を伸ばして、この打った後にこれも足を戻して置くっていうのを意識します。そして最後にバックキック、後ろに打った後、これも結構なりがちなのがこういう風に足がそのまま落ちてしまうっていう動作なんですけど、これも打った後戻す、置くっていうのを意識するだけで、このキックは一つ一つが、かっこよさがだいぶ変わってきます。なので、キックを打った後ダラン、キックを打った後ダランと戻さないようにしていただいて、戻す、戻すっていうのを意識して打っていただけると、よりかっこいいキックが打てると思いますので、ぜひレッスン中試してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。